例の目を使おう。ここで何をしている？なんだ、あんた月から来たのか？全能の神にお供えをしてるに決まってる。あんたも神の助けを求められる。それなりのお供えがあればな。我々のは拒まれた。そして村全体が呪われた。全能の神とやら初めて聞いた。新手の神様か？いや、祖先に崇められた古代の神だ。伝承によると、オレトンのロスラフがここで小枝を集めてたんだ。すると突然茂みが燃え上がった。その時ロスラフは地中からの声を聞いた。捧げ物と服従を要求する声をな。それ以来お供えを持って参拝に来ている。見返りに全能の神が我々を見守り、邪悪を遠ざけてくださる。そうみたいだな。捧げ物の何が悪かったんだ？分かってるだろう。俺たちは残飯をお供えしたんだ。戦争前なら飼ってる犬にすらこんなものは与えなかったが、今はこういう事態で仕方ないだろう。お先真っ暗だ。全能の神はベーコンの塊か樽一杯のビールを備えなければ、川はカエルであふれ、イナゴやら何やらが農産物を食い尽くすと言ったんだ。仲裁役としてその全能の神とやらと話してもいい。話をつけられる気がする。試してもいいだろう。神と話すには祭壇の前でこう叫ぶんだ。全能の神よ、悩める哀れの者をお助けくださいと。異国人にも耳を貸すかもしれない。ああ、全能の神よ、悩める哀れな者にお助けを。神聖なる休息を妨げるとは何事だ。妨げたのは神聖なるあなた様がかけた呪いを解いてほしいからです。農民たちにはもう何も。奴らに捧げ物を持ってこさせろ。さもないと干ばつになる。氷が降り、地震と雪崩が来るぞ。わかったな。なだれ？ここに？どうやって？全能の神からの答えはなしか。いいさ、実際に会って話を終わらせよう。声は地下から聞こえてきたな。ワインか。どちらかというとお酢だな。飲んだやつを匂いで追えそうだ。なんだ、神聖なる我を妨げるのは誰だ？リビアのゲラルトだ。どうも。全能の神は神ではないとは思っていたが、まさかこんなブクブク太ったやつだったとはな。お供え物のおかげか。おかげ？おかげだと？代わりに奴らに与える祝福や崇高な助言はどうなるんだ？あいつらにはその全てが言葉だ。役割さえ果たせばおとなしく見守ってやろうと思ってたが、近頃は粗末な残飯しか捧げてこない。それは子供たちが食べるはずだった分だ。さらにお前は彼らに呪いまでかけた。ちゃんとした捧げ物を持ってくるまで解くつもりはない。残飯で我慢しろと？ありえない。そう伝えるがよい。ここに来て長いのか？一世紀かそこらだ。ある冬ここに避難して焚き火を燃やしすぎたら、炎が裂け目を通り抜け地上の茂みを燃やした。煙で咳き込んだら突然農民の声がした。どこからともなく声が。そいつは叫んだ。奇跡だ。そうして神になったわけだ。むしろ寄生虫だな。そうかもな。だがメリテレやフラヤはどうだ？祈りや供物を要求し何のお返しもしない。俺は少なくとも話をするぞ。よく聞け。
これからは備え物に満足しろ。サムライとオオカラスの餌にするぞ。ブライトやってきて偉そうに。分かったよ、もっと控えめに食べよう。だが戦争が終わるまでだ。全能の神と話した。直接な。それでご容赦くださると。ああ、どんなものを持ってきても満足すると約束した。言っただろ、全能の神は慈悲深く理解があると。ありがとうウィッチャー。ああ、あと一つだけ。丘の地下に穴蔵があるのを知ってたか。そのうち見てみるといい。魅力的な場所だ。